はい、皆さん、こんにちは。今日からキーウムスダ第1弾をお届けすることになりました。キーウムとは、ソーシャルギャラリーキーウムとしてですね、いろいろと社会問題について、みんなで話したり、企画したり、見せたり、表彰したりっていうような企画を、文化やカルチャー、アートを通して展示したい、進めていきたいっていう趣旨で作られたソーシャル活動グループでもあります。と同時にスーダっていう言葉を今回のキーウムスーダシリーズでは使わせていただきましたが、これは韓国語、韓国朝鮮語においておしゃべりっていう意味なんですね。ダイアローグとか対話っていうことがどれだけ大切であるかっていうことを私たちが考えていく上で、アジアの言葉スーダっていう言葉を活用してキーウムスーダシリーズを展開することになりました。今後ともさまざまなお話が展開されると思いますので、早速ですけれども、本日の企画を楽しみにしてください。早速ですけれども、本日の企画には、聖藤さん、アルガさん、カンネルさん、カインさん、そして私、ギョンムクの5人で展開することになりました。本日の企画はですね、アルガさんに主導権、司会の役割を担っていただくことになりましたので、早速マイクをお渡しします。はい、今回司会を無茶ぶりで、担当することになりましたアルガです。普段は、大学院で大学院生をやっております。はい、よろしくお願いします。今日は皆さんぐっといろいろ来ていただきまして、まず聖藤さんにご自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。慶応義塾大学社会学研究科博士課程の聖藤と申します。現在は発達障害と国際移動について調査していますが、以前に東北地方や関東地方で中国系ニューカマーの方のコミュニティや文化的アイデンティティについて調査しておりました。よろしくお願いいたします。お願いします。もう一人カンリョルさん、よろしくお願いします。はい、一橋大学大学院で、博士後期課程に在籍しています、チョン・カンリョルと申します。専門はその移民研究でして、主に、日本における在日コリアンの経験について、研究をしております。よろしくお願いします。ありがとうございます。カインさん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。東京大学大学院で、中国現代アートの研究をしています。中国生まれで、日本で育ちました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回4人、ゲストの方に来てお越しいただいて、進めております。それでは、早速なんですけれども、聖藤さんに今回は、問題提起の、役を担当していただくということになっております。聖藤さん、それでは早速なのですけれども、ですね、問題提起の方、進んでいただけるでしょうか。よろしくお願いします。困りました。今回こちらのアジア人差別およびヘイトの問題について提起させていただきます。皆さんご存知の通り、現在欧米ではアジア系住民へのヘイトクライムが続発しています。その中で特に大きな事件を挙げますと、アメリカで今年3月、マッサージパーラーでアジア系女性6人が白人青年に射殺される悲劇が起こりました。これを受けてバイデン大統領は、アジア系への差別や偏見がこの国に深く根を下ろしていることが再び明るみに出たと指摘し、対策を提示しました。このようなニュースから、今までアジア系の方への人種差別、レイシズムは欧米の話だと思われていたかもしれません。確かに幸いなことに、コロナ禍の現在、殺傷レベルの事件はまだ起きていません。しかし、他のアジア諸国にルーツを持つ住民の方への差別自体は日本でも起こっています。中国系の方だけに限っても、昨年の3月には中華街の複数の店に中国系住民を中傷する手紙が送られました。また、ゴルフ場で中国に帰れと怒鳴られた例も報道されています。そしてつい最近、歌舞伎役者市川海老蔵氏が主演演出を務める新作が、中国人と感染症を結びつける差別的なものであるとの批判が殺到しました。その一場面には、チャイナハットの登場人物を公家姿やテンガロンハットの人物たちが、お前たちが衛生に気をつけずに何でも食べるせいでコロナになったなどと責め立て、それに対しチャイナハットの人物がその帰って怒り出すという、かなりひどい描写が
あったとのことです。これに対し当然ながら人種差別的であると批判され内容の一部が変更されました。こちらの企画は様々な方が主張なさるとのことですので、こちらの人種差別について少し説明いたします。学部生の方の中には人種差別というと肌の色が異なる人々同士のお話だと思う方もいるかもしれません。確かに長い間近代科学ではいわゆるコーカソイド、モンゴロイド、ネグロイドと呼ばれる区分が人の中にあると考えられてきました。しかし現代ではこの人種というカテゴリーは実際には生物学的実態はないことが明らかになっています。人種のカテゴリーは身体的特徴や能力、性格をさも特定のグループが共有しているかのように構築してきたものです。肌の色が異なるのは紫外線の強さが違う地域ごとにそこで適応し生存してきた結果です。にもかかわらず社会ではこの人種概念に基づく抑圧が発生しています。日本はこれまでレイシズムはいわゆる黒人や白人が関わるものであり、しばしば日本の問題ではないと認識されてきました。河合優子先生によれば、その原因の一つは植民地主義にあります。西洋のレイス概念は19世紀に日本に導入されました。しかしいわゆる白人をその他と区別し優位に立たせる人種のヒエラルキーの下では、日本人は他のアジア諸国の人々ともに黄色人種として低い位置に置かれてしまいます。このため西洋の序列から脱却しつつ、かつ他のアジア諸国と日本を区別し植民地化を正当化できる民族の概念が定着しました。そして皮膚と同様に身体の一部である血を理由に他のアジア系住民との間に境界を設定し抑圧する、すなわちレイシズムの対象としてきました。つまり先行研究の言い方を借りれば、20世紀までの日本には人種差別は存在しない、せいぜい文化や言語に基づく民族差別があるだけという一般の方々の理解から、21世紀には在日コリアンや中国系ニューカマンなどのアジア系住民の方への差別も海外のレイシズム研究と通ずるということが認識されるようになったのです。そうは言っても、そもそも外国人住民なんて地域で暮らしていてもあまり見かけないと思う方もいるかもしれません。しかし現在日本も欧米と同様、いわゆる移民国家の仲間入りをしつつあります。国勢調査を統計解析した調査によれば、2015年の時点で移民的背景を持つ人々は人口の 2.6% を占めています。その内訳は中国系の方が最も多く、次いで韓国朝鮮系と全体的に他のアジア諸国のルーツを持つ方が多いです。あまり見かけないと感じるのはこのためかと思います。さらに同じペースで国際移動が進めば、この割合は2065年、つまりあと50年足らずで 12% と2015年のイタリア並みに増える試算となります。また第一世代だけでなく、日本で生まれ育った第二世代の方々もすでに成人している人々が少なくありません。このことと少子高齢化を踏まえると、もはや日本社会が今後も成り立つかどうかは、一人一人がレイシズムの問題に向き合い対抗し、外国人住民および外国のルーツを持つ方々と信頼関係を構築し、本当の意味での多文化共生社会を作っていけるかどうかにかかっていると言っても過言ではないと考えます。これまで現代のレイシズムは見えにくく、遠回しなものになりつつあると言われてきました。しかしコロナ禍のもと、欧米で起きた殺傷や暴行、および歌舞伎での偏見に満ちた描写など、明らかなレイシズムが発生しつつあります。たとえ直接暴力を振るわれなくとも、レイシズムは被害者の精神的健康を害し、否定的感情を増大させ、幸福感を低下させます。今、欧米で起きているアジア系住民へのヘイトクライムは対岸の火事ではなく、日本でもこの問題について考えていかなければならないと提起いたします。はい、生徒さんに、手短にですが、今回の、日本の在日中国人の人々に対するレイシズム、ヘイトという問題について、簡単にご解説いただきました。私の方から、生徒さんに少し質問を投げかけてみたいと思うんですけれども、生徒さん の解説の中で、歌舞伎作品の、市川さん、市川海老蔵が作った、歌舞伎作品の中で、中国人に対する人種差別、まあ、極めてなんか明らかな人種差別的な描写があるという話があったんですけれども、あの辺の話でなんか私すごくちょっと気になったんですけども、なんでしょう。単純にその日本人が中国人を差別しているっていうだけではなくて、
その中で例えばなんかあれですね、そのアラブ系というか他の国の国であるとか他の民族の人と日本人が一緒になって中国人を差別しているという構図があって、私なんていうかここすごく印象的というか興味深かったんですけれども、何か生徒さんこういった点について何かお考えのこととかってあったりします、あったりすればちょっと教えていただけるとありがたいんですが、どうでしょうか。そうですね、まずそもそもいわゆるテンガロンハットだったりヒジャブだったりということで、他の国の方々もかなりステレオタイプ的に描かれていますし、なんというかその風刺だったとしてもかなり他のニュースでの評論でも言われていましたけど、風刺だったとしてもかなり質が悪いというか悪意があるというか、なぜそもそも上演前の段階でこれが指摘されなかったのかという指摘がありました。そもそもこの歌舞伎自体がクラブハウスの中で市川海老蔵さんご自身がいろいろと話していって、それを取り入れた上で演出されたとのことでしたが、そうですね、かなり閉じた中での議論で、そのままコロナ禍によって評論家の方々も直接上映前に見たりすることが難しかったので、ノーチェックのまま突っ込んで、閉じたコミュニティでの話が突っ込んでいってしまったのが問題ではないかというところが挙げられていましたね。はい、ありがとうございます。ちょっとこの辺は本当になんていうか日本の文化産業のなんか特徴みたいなのも現れていて、またこういったトピックももしかしたら今後の企画で取り上げていければとちょっと思っております。今回生徒さんにゲスト、生徒さんに問題提供していただいて、他の方にもゲストとしてお越しいただいているんですけれども、在日中国人ではないんですけれども、主に在日コリアンと呼ばれる、在日朝鮮人、韓国人を対象とする、またそれ、彼のレイシズムとかについても研究をされている、カンリョルさんにも今日お越しいただいているんですけれども、カンリョルさんはなんていうか、今回こういったレイシズムのお話とかもありましたけれども、結構なんていうか、私も生徒さんのお話聞いてて印象的だったんですけれども、あんまりなんていうか、日本だとそのレイシズムっていうとか人種差別っていうもの自体がそんなにニュースにもあんまり話題にもならないですし、アメリカの問題がこうやってニュースになるのに、日本でも人種差別が起きてるっていうのはもう生徒さんの先ほどの説明にもあったんですけど、なんでこんなに日本でこういう人種差別とかレイシズムといったものがトピックにならないのかとかについて、よければカンリョルさんのお考え聞かせていただければと思うんですが、いかがでしょうか。はい、そうですね、まず一つその生徒さんの、発表で、ありましたよね、そのアメリカと日本との対比で、やはりその日本っていう国では、今でいう、 こう人種差別であったりこうヘイトクライムっていう言葉で、名指されるようなこう現象っていうのがなかなかこう表には出てこなかった。ただこれがヘイトスピーチとかがあって近年こう問題化するようになって、初めてこう起こってるっていうことではなくて、補足的に言いたいのは、やはり今でいう、 こうヘイトクライムっていうふうに、言える呼べるような現象っていうのがもう過去からこう連々と続いてきたっていうのが、一つあると思います。例として挙げられるのは、自分が知る範囲で2つぐらい挙げられるんですが、1つは、朝鮮学校への生徒に対するいわゆるこうヘイトクライムですよね。そういったものが60年代であったり70年代でも確認されている事例っていうのがかなりある。それから90年代以降は、女子生徒ですよね、チマチョゴリって呼ばれる、民族衣装を着て登下校する女子生徒を狙って、何かこう暴行を加えたりとかっていう事件があったりで、少し文脈が変わってその在日コリアンとはまたずれるんですが、日系ブラジル人の方に対してもおそらくその97年ぐらいだったと記憶してるんですが、アルガさんが違ったらまた補足してほしいんですが、エルクロナ君っていう方ですかね、エルクラノはなぜ殺されたのかみたいな本も出てて、中部地方に住んでる日系ブラジルの少年が、20人ぐらいの日本人にこうリンチされて亡くなるっていうような事件も、起こっていると。
なので、まあ、全然こう新しい問題ではなくて、最近はそういうふうにヘイトクライムっていう名前で呼ばれるようになったが、そういうものがこう、まあ出てきたと。で、それで、なんでこれがなかなか問題されないのかっていう話ですよね。それはまたその、アルガさんのお話も聞きたいんですが、やはり一つあるのは、なんていうんですかね、こう差別がなかなか見えないように、ならざるを得ない構造みたいなのが、日本にはまああったんだろうと。一つはこう差別っていうものを、どう定義して、例えば何かこう事件とかがあったときに、これは人種差別に当たるとか、そういったような、まあ、基準となるような概念といったものが、おそらくまあ法制度とかを見ても、きちんとこう整備されていなかったがために、何か例えばそのエルクロノ君の事件があったりしても、それが人種差別、あるいはヘイトクライムとして問題化されるっていうよりは、単なる若者のまあ喧嘩みたいな形で、それがこう深刻化して命を絶った、亡くなったというような、まあ、非常にこう問題の本質を見誤るような、こう矮小化した議論になってしまうっていうようなところが、まあ、あったんではないかっていうふうには、思います。他にもこういろんな要因がこう考えられますが、まあ、とりあえず一つ挙げられるのはそういうことなのかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。せっかくわざわざカンニョルさんにはもうなんていう、レイシズムの日本の日本におけるレイシズムの歴史的な経緯について今説明いただいてです、ついでに私も今指名していただいたので少しだけ私の方からお話をさせていただこうと思います。私は主に日本におけるハーフやダブルと言われる人々のアイデンティティとか言説の歴史について研究しているものなんです、しているんですけれども、もっと一般的に日本でレイシズムっていうのがなんで問題化しにくいのかっていうところで、カンリョルさんが今複合的な要因があるだろうというお話がありまして、全くおっしゃる通りなんですけど、一つ私が別の人、もう一つ思いつくこととしては、まあ、これもよくしばしば言われることなんですけど、まあ、日本では基本的に、まあ、戦後の日本では単一民族意識、まあ、日本社会っていうのが単一の民族、日本人から構成されていて、まあ、基本的に外国人も、中には例えばアイヌや在日コリアンや在日中国人、まあ、生徒さんの説明にもあったように外国人はいるんだけれども、まあ、彼らは本当に少数に過ぎず、まあ、日本というのは基本的に民族的、人種的、文化的に均質な社会であるという意識が、まあ、基本日本では本当に、まあ、今日に至るまで、ずっと強かったという意識のも背景としてあるかと思います。そういう、まあ、これについては例えば社会学者の、小熊英二さんなんかも、本で書かれたりしていることなんですけれど、結局そういうふうに、まあ、日本もともと日本では戦前までは、ご存知の通り、まあ、在日コリアンであるとか、まあ、台湾であるとか、まあ、様々な地域を植民地化して、まあ、その中でもいろいろな民族の人々を、民族を、同化していって、それで植民地を拡大していったっていう経緯があるんですけど、結局それで戦後になって、まあ、日本列島の中にその日本の空地域、日本の版図が、まあ、限定されて、その中で、まあ、先ほど話したような単一民族神話が広がっていって、それに伴って、まあ、日本で、まあ、エスニックマイノリティであるとか、人種的マイノリティに対する意識が弱まっていった。まあ、それによってまた日本で、まあ、そうなると今度は日本でまた人種的マイノリティに対する私たちの、まあ、感度というか、まあ、意識自体もまた弱まっていって、そうなるとやはり自然とレイシズムに対する意識も弱まっていったというようなこともあるのかなというふうに私も思っております。はい、司会者のあれでちょっとしゃべりすぎてしまってもあれなのですけれども、今回もう一人ゲストの方をお呼びしておりまして、先ほどご紹介いただ、自己紹介していただきましたカインさんにも、今回お越しいただいているんですけれども、カインさんも例えば中国のルーツをお持ちということも、持ちだという話も先ほどありましたけれども、このように、またカインさんはアートの方面でも研究をされているということで、まあ、今回のまた先ほどの作品、歌舞伎の作品も、まあ、おそらくアートとか文化という意味では通じるところとかもあったりするかなというふうに思うんですけれども、カインさんは今回のこの作品であるとか、あるいは中国人、在日中国人へのヘイトとかいったトピックについてどのように見ておられるでしょうか。そうですね、なんかアートの問題もその表現の仕方の問題も一つ あるんですけど、それとは別にその、はい、先ほど生徒さんのご発表の中で挙げておられたその、移民の多様化
っていうお話も個人的にはすごく興味深く、拝聴していて、その2世とかの子たちが育った時に、その子たちが持つ日本社会の貴族意識とその親世代ってちょっと若干違うものがあったりする中で、そのこれはもうちょっと生徒さんにお伺いしたいんですけど、その2世を調査していらっしゃる中で、2世の方々が感じているその、まあ、ヘイトとか差別への意識みたいなのっていうのってあったりするんでしょうか。そうですね、まあ、いわゆるあのネット上のレイシズムなども含めて、あの受け取り方は本当にあの、まあ、中国系第二世代の方といってもあの様々ですけれども、あの一つにはあの、まあ、理論的なお話になりますけれども、あのいわゆる分接同化理論で言われるような、まあ、エスニックコミュニティであったり、何かこうあの同じルーツを持つ方同士で集まれる場を持っている方と、まあ、そうしたコミュニティなどにあまり属する機会がなかった方では、そうですね、少しあの違いがありますかね。ただそのいわゆるエスニックコミュニティに属していなかった方も、あのそのまあ一般的にはいわゆるマジョリティというか、日本いわゆる日本人との関係性の中で信頼関係を構築していて、でまあ、その人にはいろいろと相談すると、社会関係諮問とするというような動きもあります。ただもう少し大きなコミュニティなどの大きな枠で言いますと、やはりあのいわゆるエスニックコミュニティの中でも、あの日本社会に対して不信感が強く、例えば日本語教科学習支援団体の方が絶対にこうした方がいいと言っても、あのなぜかそのエスニックコミュニティの中でデマゴギーが信じられてしまって、あの日本国籍を取得した方が受験に有利だというデマが広まってしまった例があったんですね。で、あの日本語学習支援者の方が、いや、あのむしろ在県枠、あの外国籍の、あのまあ、外国籍だったり、あのいろいろな条件で外国にルーツのある方が受けられる有利な試験を受けられなくなるからやめときなさいと再三おっしゃったんですけど、そのデマゴギーのことを信じてしまって、あの実際に日本国籍を取得してしまったと。そういったコミュニティがある一方で、あのまた東北地方の例なんですけれども、その来日直後からあの、まあ、日本側の国際結婚の女性たちで、日本側の祖父母によくして、祖母世代の方によくしていただいたり、あのその日本語教科学習支援の団体の方が、あの日本に来たんだから日本語だけをしゃべるということではなくって、そのあとご本人たちの母語母文化を尊重してあのこうしようという態度を示された際に、あのまあおそらく日本社会、また実際に母語母文化継承活動のを行うサポートを、その、まあ、いわゆる日本人と呼ばれる方々から受けた際に、まあ、あの日本社会に対する信頼のようなものが構築されたのか、あの自発的にあのその地域で災害が起きた時にご自身もあのもう被害を受けていたにもかかわらず、特に被害がひどかった地域にあの炊き出しを行ったりといったことをされるようなコミュニティもありました。ですので、もうあのそのなんというか、あのレイシズムによって分断されてしまうのか、それともあのそうでないのかは、一人一人の行動や心がけによってかなりあの変えていけるし、変えていかなきゃいけない問題なのだろうなと思っています。そうですね、今回あの今4人の方、私も含めて4人ほどの方に今喋っていただいてるんですけれども、今回あの私にあの無茶ぶりされたあのギョンムクさんはいかがでしょうか。何か、はい、あの私はもうただただ皆さんの話をこう伺ってですね、何を考えていたかというと、むしろ皆さんはですね、まあ、研究者としてこういうテーマについて研究を触れられているけども、皆さんのその学部時代の友人または家族、
あるいはどこかで出会う人々とこういう話をどこまでされているのか、ちょっとこうずれるようだけどもかなり重要で、私たちがこのキーウムスタっていう企画はですね、まあ、あの研究の世界にとどまっていてはいけないテーマ、そして流れるニュースの中で、過ぎ去ってしまっては解決されないテーマ、もしくは歌舞伎の話なんていうのは、私はどこで何を逃したのか、この話今日初めて聞いちゃったんですよ。でな、私の責任もあるんだけども、なぜこういうテーマがじっくり、海老原さんだから海老蔵さんだからそうなったのかみたいなことも自分自身こう想像しながら来たので、どういう形でご自身のテーマを日常の中にこう戻しています、逆にそういう質問をしてみたいです。なるほど、例えばそうですね、今例えば今回もいろんなバックグラウンドをお持ちの方いて、それでまあ多分まあマイノリティの研究であるとか、あるいはエスニシティの研究とかしてる方も、皆さんしてると思うんですけども、例えば今回問題提起していただいた生徒さんなど、どのようにこういった点について考えておられますか？考えているかつ日常に還元しているといいますと、なかなかその難しいところがありまして、せいぜいツイッターの匿名のアカウントでこう少しニュースについてこういう背景が実際はあるというところをつぶやいてみたりとか、そうですね、友人のと会った時に少し話の流れでこういったことも今あるんだよねということをちらっと話してみるとか、その程度しかなかなかできていませんね、実際。はい、なるほど。あとは、どうぞ。はい、今は発達障害との関連で調査をしているので、まあ、いわゆる発達障害当事者カフェのようなところにもお邪魔する時もあるんですけれども、そういう時もまあ機会があればこういったことがありましてということは少しずつ話したりはできているんだかできていないんだかといったところですかね。なるほど、はい。そうですね、私も先ほど自己紹介でしましてお話ししましたように、今普段はハーフや混血やダブルと呼ばれる人々の協力していただきながら研究をしているんですけれども、あまり還元ということに関してはやはりいろいろと私自身不勉強不足しているところが大変多く、まあ、ただその中でかろうじていろいろやっていると、例えば大学でゲスト講師として招いていただいてあるであるとか、あるいは私もフリースクールに、もともと私高校時代にフリースクールというところにも通ってたんですけれども、まあ、その中で例えば OB として呼んでいただいて、まあ、私自身は父親がインド人で、母親が日本人という、まあ、いわゆるハーフのルーツを持つんですけれども、まあ、そういった同じルーツを持って、例えば私とかの同じように、例えば過去にいじめを経験したりであるとか、まあ、それでいろいろと自分のアイデンティティ悩みを抱えている、若者とかの話にいろいろと相談役をさせていただいたりであるとか、まあ、その中で例えば、まあ、本当に本人は例えばこれはもう本当に日本社会で生きていく以上もこういう差別はしょうがないんだとか、あるいはまあ自分が一方的に悪いんだみたいな、まあ、そういう考えをしてしまう人というかしている人は本当にすごくたくさんいるんですけれども、まあ、私なりに一つ、まあ、研究者として、まあ、私なりの研究者としての義務というか、まあ、その市民としての義務というか、まあ、その中でとして、まあ、例えばまあ、彼らに、まあ、そういった人たちに、例えばまあ日本ではそういう、先ほどそれこそお話ししたように、まあ、日本社会が例えばまあどういうふうにまあレイシズムっていうものが不可視化されやすいのかであるとか、あるかとか、あるいはまあそのマイノリティの人々が、なんかどうやってなんかお互いにそうやって自分の経験を、本当は同じ経験をしている人がたくさん、日本の中にもたくさんいるのに、それが見えにくくなっているということとか、まあ、そういったことを伝えることを通じて、まあなんとか、と還元しようと、まあ、もがいているというところで、まあ、まだまだ不足しているところはありますけれども、頑張ったりしております。今はその還元ということもお話があったりもしましたけれども、会員さんとかはその辺何かいかがでしょうか？はい、そうですね。私の両親が30年前に中国から日本に渡ってきて、それで20数年前に私を連れてきたんですけれども、まあ、その過程で先ほどアルガさんがおっしゃっていたその日本人に特有のその単一民族意識
っていうのは、はい、おそらく外国人もそういうふうに日本人を見ている部分があって、だから私の両親もおそらく日本人は単一民族意識があるから君はもう外国人だよみたいな感じで、その日本に対する帰属意識をどう育むっていうよりも、日本でどういうふうに外国人として馴染んでいくかっていう方に強く教育をされました。なので日本社会に馴染もうっていうことが、なんか多分そっちの方に力を入れてきていて、ただ自分が大人になって周りのその日本で育った中国にルーツを持つ子どもたちやあの子たちを見ていると、やっぱりその中国のルーツを結構卑下してるというか してしまいがちで、やっぱりどうしても日本語で読める中国関連のニュースって外交関連の尖閣とか、それこそあの海老蔵さんのあのニュースじゃないですけど、それネガティブなニュースがほとんどじゃないですか。でそういう問題がやっぱり彼らのその自分なんかその日本に帰属意識を持ってもいいことはないんだっていう気持ちにこうなんていうんですかね、なってしまうんじゃないかっていうことで、ちょっとこう自分にできることはあったらもっとその中国のルーツの部分を認めるっていうようなことを少しでもその文化面を発信することで、なんか力になっていってあげたらいいなっていうふうに思っています。はい、ありがとうございます。今のこう瀬戸さんの中国人に対するヘイトの問題っていう提起もあり、まあ、今回始まりましたけども、それも受けて菅井さんからもあのご自身のルーツに関わるというところでちょっと貴重なお話いただけてありがとうございます。今もう一人、カンリョルさんも、在日コリアンへのヘイトであるとかレイシズムといったことについて研究されていると思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。ちょっとすいません、後ろで救急車が鳴っていてちょっとすいませんが、カンリョルさんいかがでしょうか。はい、あの僕が喋るタイミングで救急車が鳴り始めましたねって言ってあの今のその、ま、カインさんのお話っていうのが、その僕は専門が移民研究なので、すごく興味深くて、カインさんはおそらくその、幼少期に来られたっていうことで、まあ、多分移民研究で 1.5 世とかっていうふうに言うんですよね。で、日本で生まれた方は第2世代とか言うんですが、僕もそうですし、まあ、生徒さんもそうだと思うんですが、第2世代があるいは 1.5 世とかが日本社会でこうどういうふうに適応していくかっていうテーマも研究をしていて、今のそのカインさんのお話を聞く限り、中国系の方々が大体2パターンあるのかなっていうふうな感じがしました。一つはその日本の主流社会に、まあ、同化を仕切るというか、とことん寄せていって、まあ、この主流社会でやっていけるように自分をこうなんとかこう調整していく、あるいはそれがうまくできない方々っていうのもいますよね。あの今言ったその主流社会に溶け込んでいくっていうのは、その経済的な意味も込めて言ってます。あの日本の社会で学歴とかもつけていって、なんとかこう上昇移動を遂げていって、まあ、自分のアイデンティティというのもこう保つというか、でもう一つのパターンっていうのがやっぱりあのあって、その日本社会にあるその、まあ、植民地主義って言ってもいいと思うんですが、いまだにそれがこう残っていて、中国系あるいはこう韓国系アジア系の方々に対する、まあ蔑視みたいなものがまだあると。でそれがこうメディアの中にもすごくあって、メディアの報道っていうのはやはりこう何かこう面白おかしいというか、機械なものを見るような目で未だにこうアジアの国々のことを報道したりしますし、それを子どもたちがどんどんこう自分自身も内面化していくと、結果的に自分のアイデンティティっていうのが全く何て言うんですかね、自己肯定感が低くて学業とかもおろそかになってしまって、まあ、経済的にもなかなか難しい状況に追いやられるという、まあ、そういう状態があるんだと思います。でどちらのパターンも、やっぱり移民研究の社会統合っていう観点から見たら問題で、日本社会の主流にこうなりきろうとするっていうパターンもそうだし、あるいはこの社会でだんだん自己認識が歪んでいって、まあ、底辺に落ちていくっていうパターンも、まあ、問題で、生徒さんの報告でありましたが、
2065年でしたっけ、政党さん、あの移民人口が、まあ、イタリア並みにこうどん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 増加していくと、そういう時にやっぱり政党さんもその発表でおっしゃってましたが、どういうふうにこういう移民って言われる方々をこう受け入れて、まあ一緒にこうやっていくのかっていう課題がやっぱりこう大きいんだのだろうなと、まあ、在日コリアについても自分は研究していて常々こう感じていますが、まあ、今その中国系の方のこの経験というのも聞いてもやっぱりそういう面があるんだなと、課題としてあるんだなというふうには感じました。はい、今回は生徒さんに、在日中国人にの人々に対するヘイト、日本におけるヘイトやレイシズムの問題ということについて提起していただいて、そこから、いろいろな議論、各自の専門を踏まえつついろいろな議論をここまで展開してきたんですけれども、早くも間もなく、終わりが近づいてきてしまいましたので、今回皆さんに、一言ずついただいて、この場を締めようかなと思います。先にそうですね、私一番リーダーシップなので、今回また、させていただ先に、終わりの言葉を述べさせていただくと、今回私自身も先ほども話したようにもう先ほどその場で司会が決まって、その場でテーマについて詳しく伺ってで話し出すという形で、もうなんていうか本当に自転車操業という形で今話し進めて、大急ぎで喋ってきたところなんですけれども、やはり今の時代になるとやっぱりまあ一方において今回のようなレイシズムであるとかヘイトであるとか多文化主義であるとか、まあいろいろな私たちがまあ日常生活をする中でもメディアを通じて、まあ他の人との話を通じて、まあいろいろ見聞きする問題について、専門的な研究をしている人はまあ今日本でもたくさん増えてはいるんですけれども、やはりそういった人たちの研究とかがあまり社会に還元されているかというと十分ではないという状況がある中で、今回このようにまあ試験的な形ではありますけれども、生徒さんのお話ということ、お話しいただくということ でそこからまあいろいろと皆さんの他の専門も実は全然違う、お互いに違うところを専門としているんですけれども、このように他の、各自の、知識とかを生かして議論を展開していただけて、私としてはすごくありがたいと思いました。私も今後もますますちょっと研究を真面目にやって、その上でこの場でますみんな、他の方の議論に貢献していければと思います。はい、ちょっとなんかもうこの時点で締めみたいになっちゃいましたけど、もうちょっと他の方の、議論は話はまだありますので、カンジョルさん、いかが、今回の話含まれていかがでしたでしょうか。そうですね、結構自分のテーマと今回扱ったテーマっていうのは関連するものが多かったので、少しこの安心してできたっていう部分もあるんですが、また今後とかは全然自分とは異なる領域とかテーマやってる方のお話とかも聞けるんじゃないかなと期待しながら、また楽しみにしたいと思います。はい、はい、時間ですが、はい、ありがとうございます。もう一人、カインさんはいかがでしたでしょうか。はい、今日は生徒さんのお話ということで、私はその自分のその研究であるアートとか表現のお話っていうのはそんなに多くは全く話せなかったんですけれども、また今後おいおいその表現の問題だったりについてもお話できれば嬉しいなと思います。そしてですね、本当に今日は私はもう研究者というよりはただの移民 1.5 世の一人として自分 の経験をこうシェアすることができてすごい嬉しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当にルーツもいろいろと幅広いルーツを持っている人がいる中で、こういうことをいろいろと話せればなとも思います。続いて瀬藤さん、今回問題提起していただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。そうですね、魚目さんにご指摘いただいて、やっぱりその日常に還元いかにしていけるかというところがなかなかできていないなというのが非常に反省点となりました。こう例えば発達障害当事者カフェなどに行っても、その方々も障害の枠組みでのマイノリティの話などはいろいろと研究者でない当事者の方もいろいろなことをご存じでいろいろなことを話してくださるんですけれども、まあ外国にルーツを持つ方のことについて、まあ考えたり知識があったりということで、必ずしもそうではない様子が見られたり、また逆にその外国にルーツを持つ方々との
お話の中でも、まあ、必ずしも障害の話だったり、あるいは特定の職業の方々に対して必ずしも理解が深いわけではないなというところを感じているところでしたので、そこの部分を実践の意味で解消していく上でも、やっぱりもっと還元しなければならないなと反省しました。はい、ありがとうございます。本当に反省の弁をたくさん述べられましたけれども、いろいろ私たちもまたたくさん学ばせていただきましたし、今後にまあそのまま生かしてフィードバックして生かしていければなと思います。はい、短い時間だったのか、視聴者の皆さんにと長い時間だったのか、私たちをやってる側にはもう何とも分からないところなんですけども、はい、今回は、皆さんご視聴いただきありがとうございました。この辺で、今回の初回の企画を締めようかと思います。ありご清聴ありがとうございました。はい、皆さんいかがでしたか。キーウムスダ第1弾、ゼミでもなく、研究会、または学会発表でもなく、またはテレビニュースでもなく、他のところにはなかなかないような新しいものをこれから作っていきたいなと思ってます。象牙の塔にこもっている研究者だけではいけなく、でも社会に還元できるたくさんのことがあるということを期待、そして責務を少しずつ私たち自身が感じながらですね、また楽しく伝えていきたいと思いますので、次回もお楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。